公権力とは、国家や公共団体による統治において、物理的な力により執行する、服従しなければ、刑罰を科すと告知するなどの方法により、国民に対して命令し強制する権力を言う。また、そういった力を行使する主体となる警察、検察、裁判所、税務所、軍隊などの機関を指す。国家が公権力を持つことで、万人の万人に対する、 闘争と呼ばれる国内の無秩序状態を回避できる。代表的な例は逮捕、収監、召喚のほか、行政処分などがこれにあたる。フランス語、ホースプブレイクや英語、パブリックホースとは、公の利益に資することを目的とした、物理的な有形力の正当かつ合法な使用が確保されている力のことである。この用語は、幅広くかつ緩やかに定義され、また、 警察や軍隊を指して使用されることもある。この概念が最初に使用されたのは、1789年の、フランス人権宣言においてである。アーティクル13、for the maintenance of the public force and for the expenditures of administration, a common contribution is indispensable, it must be equally distributed between all the citizens. By reason of their faculties, i.e., ability to pay. この宣言は、市民と暴力の正当な使用との間における関係を規定するために求められた。アングロサクソン諸国における類似の人権宣言等と異なり、このような力に対抗するための市民の権利よりも、このような力の存在に貢献するための市民の義務の型に重点、力点が置かれている。 この概念は、例えば、トーマス・ジェファーソンの6回目の一般教書演説など、他の国々においても使用された。ありがとうございます。